はい、ということで本日はこいつを使っていきましょう。ハートランド、さえ渡るかけ心地、最後手7にエイジです。久々の登場ですね。といっても前回マイクロザリバイブ使ったんですけど、ちょっとサイガキの動画を一本作ろうかな、気分的にねって思ってね、やってきました。ちょっと出番がほとんど最近なかったようで、おいおいあれどうなったんですかって言ったんですかみたいなことをちょいちょい言われますけど、僕釣り売ることないので、一回買ったやつをずっと残ってるんですが、まあ分解することはあるよ。分解してもう使えないみたいなことはあるけど、売ることがないので当然サイガキも残ってるし、なんならサイガキを使ってるんですよ、動画にしてないだけで。例えばなんか陸王の時とかね、陸王の時って大体この竿を使うんですよね。まあやってる場所が僕久しで陸王オープンとかダービーとか出てるからっていうのもあるかもしれないけど、まあなんだろう、1本しか持っていかないのはこれだなっていう感じなので、サイガキはね、まあ72の ML という、長すぎず短すぎず硬すぎずやわすぎずなテイストということで、まあ、72って長すぎず長いだろって思うかもしれないけど、まあまあ長いとは思うが、僕の中では最近当然長い竿も短い竿も僕使うんですよ。8フィート超えるやつもあるし、超えるやつあるっけ、まあ8フィートぐらいのやつもあるし、5フィート前半のやつもあるしね、それいろいろ使ったりするんですが、当然長い竿には長い竿の利点があり欠点があり、短い竿には短い竿の利点があり欠点があり、まあ、使用感が違うっていうのは当然あるわけで、物理的に長かったら長いよね、物理的に短かったら短いよね、その短さをどうやって使うんですかみたいな話を僕はもうずっとやってるんですけど、じゃあ逆に長いわけでもないし短いわけでもないよねっていう、そのいわゆる中間層的な長さ当然あるわけで、じゃあそれがどれぐらいかって言ったら、僕は7フィート2インチ、まあ、もうちょっと言うと7フィートから7フィート4インチぐらいの間、まあ72やねにあるかなって思ってる人です。多分みんなが思ってる以上に長いかな。だからそのみんなの基準で言ったら6点とか6、8ぐらいがそうじゃないかな、長すぎず短すぎずって言ったらそれぐらいかなって思うと思うけど、僕は72ぐらいですね。6点っていうのが短すぎじゃないっていうのは多分ね、バスの話をもうちょっと僕は広い意味で捉えてて、まあ、例えばバスフィッシングだったらシェイクして使う、これがメインかなとはなるけど、シーバスとかだったらさ、シェイクなんかしないじゃん。シーバスじゃなくてもメバリング、アジングってあんまシェイクしないでしょ。巻くじゃん。こういう使い方ね。でバス以外にも目を向けたらこういう使い方もするよな、みたいな。だからあくまでもバスフィッシングというよりはルアーフィッシングやね。で、ルアーフィッシングのラインで言うと、まあ、長すぎず短すぎずのラインは72ぐらいかなって最近思ってます、僕は。まあ、昔と今ので、竿のこの感じが、ブランクスが違うから、今の竿はっていう前提かもしれないけどね。で、硬さも ML。これも硬すぎず柔すぎずだよね。まあ、確かにバスのスピニングで考えたら ML ってちょっと硬いんじゃねえかって思うかもしれないけど、まあ、言うて M とか MH とか、なんならパワーフィネスだったら H とかスピニングもあるわけで、そっから考えたら ML って硬くはないし、 UL ほど弱くはないし、まさにど真ん中というか、言うと半歩というか、ちょうどいいというか、そのぐらいのラインじゃねえかなと思うんですよ。 ML ぐらいが一番、まあ、ちっちゃいルアーだけしか使わないっていう意味では硬いかもしれないけど、今使ってるようなヘビネコね、アノストの 5.5 に 3.5g のアノストシンカーみたいな、割としっかりめなネコリグですね。この辺も全然使えるしって言って、そういう硬さの感じも硬すぎず柔すぎずだし、曲がり方も非常に綺麗なレギュラーファーストぐらい、まあ村上さん描く鍵曲がりというけど、なのこんなディーズの竿とかもっと鍵曲がりするんだからこんなん僕の中では鍵曲がりのうちに入りませんが、まあ綺麗に角がなく曲がる感じで、まあ、ハートランドテイストと言えるような、でこの辺が強い、この辺からしっかりしてる、だから変に胴まで曲がるとかバットまで曲がるとかそういうこともなく、まあ言うて先調子だけど、そのつながりが不自然じゃない、まあ、シーケンシャルテーパーというやつなのかっていう感じになってるということで、竿のアクション曲がりっていうのも癖がない、だからいろんな部分で癖がなくてとてもとても使いやすいですね、サイガキなのには。まあ、それは逆に言えば味気ないとも言えるかもしれないけど、ましてハートランド使う人なんか味を求めてる、癖を求めてる部分はあると思うんで、まあ、そういう人から見たらつまんない竿かなと思わんでもないんですけど、ただハートランドにこだわらずにいろいろ使う身としては、まあ、どこにも角がないので突出したもんがないので、あ、やっぱ引っかかった、止めたら引っかかるんですよ、突出した尖った性能がないので、まあこれでしかやらないっていうのがしっかり定まってたらね、
やっぱり役者不足なところはありますが、そういうのを決めずにやっていこうってなったら、これほど便利な竿もなかなかないかなと。まあね、前々から言っておりますが、癖がない竿と例えるならば美味しい水ですね。無味無臭だけど美味しいみたいな。そして何にでも合う水だから、焼き鳥にワインなんて合わねえだろって、フレンチに芋焼酎は合わねえだろうと、でも水なら何でも合うだろうと、そんな感じですね。そんな竿でございます。で、まあハートランドの中では割とシャンとしてるタイプの竿なのかな。シャンとしてる竿という噂もあるので、シャンとした竿には柔らかい糸がいいって言ってフロロを使う人はいますけど、トーナメントロットとかもっとシャンとしてるからなって考えたら、まあハートランドの中ではっていう感じになっちゃいますけど、僕普通に PE 使ってますよ。このさえがけのマイルドさ、俺はマイルドだと思ったんです、普通に。まあ、ミドストロットほどではないが、その範疇に入ってもおかしくなさそうな、まあ、シャンとしたミドストロットぐらいの感じなので、普通に PE で使いますね。PE は 0.65、12ブレードでございます。糸と竿はすごいのに、リールがストレートやからね。とっても12ブレード、これ新品の12ブレードですね。新品だけど、前の12ブレードを2年ぐらい使ったんだよ。裏返してみたい。高いけど、150m で5、6000円するけど、2年だよって考えたら安いよね。適当なライン使う方が高いよ。まあ、前の12ブレードはそんなに使ってなかったから、言うて1年ぐらいか。いっぱい使ったらね、2年はやりすぎやったね。最後全然糸なかったもんね。まあ長さによるか、 300m 巻きやったら2年ぐらい持ちそうだね。現状 PE ラインで、まあ、手放し賞賛僕ができるのは12ブレードとザバンぐらいですね。 0.65 でやったら12ブレード、かつこういう使い方ね、パワーフィネスとかじゃなくて、あのカバーにこう入れるようなやつじゃなくて、ね、っていう PE だったら、 PE の使い方だったら12ブレード、 0.65 以下やったら、まあ 0.45 までしかないんですが、 0.45 より下やったらザワンですね。 0.65 より下が12ブレードないのでっていうのもあるけど、確かないはず。まあちょうどいい住み分けにはなってますね。あとはもうパワーフィネスとかフリッピングとか対応できそうな強いフロ、強い PE というかカバー対応型の PE が欲しいところなんですけど、これなかなかいいのがないんですよね、現状。まあまあ、使えないってことはないんだけど、すげえってなるほどのものが、ちょっとない。だからそういう意味では、ザオ1の2号とか、3、4、5とか、欲しいんですけど、出そうにないですね。で、カバー対応だから、本数よりを12本とか、多くしたくないんよね。せいぜい8。まあ、カバーだったら4号、4本、ん ?4 本よりがいいよっていう人もいるけど、4本より飛ばないんで、いやまあピッチングではいらんやろって思うかもしれないけど、ピッチングほどやっぱりこの抜け感大事なんで、なんかね、接着剤でくっつけたぐらいに竿に張り付くからさ、竿にも張り付くしカバーにも張り付くんよ。落ちないし、こうクイーってやったらクイーってなるから、とてもじゃないけど4本よりなんか、あれを使う理由わかんないんだよな俺の中で。まあ、安いのはあるけど、なんか8本よりでちょうど良さげなやつがないんですよね。ジャーキング用の PE はちょっと今悩み中ですけど、別に12ブレードまでいかんでいいなぁ感はある。で、そんなさえがけなんですけど、今アノストのリアクション中層シェイキングリトリーブやってます。実はここ何回か来てるんですけど、撮影でね、まあ、全部ボツってるんですが、理由は単純あんま釣れないからなんですけど、まああんま釣れないよねここで、ぶっ込みクローで一回でっかいの釣ったけど、あれはまあ割と奇跡の一匹だったんで、なかなか釣れないんですよね。で、特にこの今俺サイガキでやりたいっていうことで、まあワームというかライトリグというかの釣りをしてるんですけど、これやるとね、まあ釣れるんよ全然。ただちっちゃいのが先にめちゃくちゃ食っちゃうから、でっかいのは全然です。20センチぐらいのしか釣れないっていう、秋っぽいなーって思いながら釣ってるんですよね。だからなかなかでかいのを釣るのが難しいと。なのでちょっとルアーをでかくする、まあそれでもライトリグの範疇に入そうかなっていうサイズ感、まあネコリグやねっていうのと、ネコリグは割とこの余裕があるんで、バスが食ってから、お食った食った食ったみたいな、スモラバとかになるとね、あんまり余裕がないので、ネコリグを使って、しかもちっちゃそうやったらフッキングしなきゃ離すしね。だからそういうそもそもちっちゃい魚を釣らせないようなボリュームを入れつつも、でかい魚も牽引しないようなフィネス感を持たせつつ、かつちっちゃいのがバイトを仮にしたとしても、あこれはちっちゃいな合わせんとこで調整できそうなネコリグを使ってるということですねで、中層のシェイキングリトリーブ、まあ
強め、早めではないけど強めでやってるのは秋だからっていうのもあるけど、ある程度広い範囲から魚を引っ張ってこれたらなぁなんて思って。この釣りもね、いろんなタックルでいろんなタイミングで昔やってたし、なんかあるんかなって思ったけど、まあ強いアピールを付与してるネコリグ以上の印象がないねでもまあ、でもこういう秋のタイミングとかはね、それがやっぱりなんだろう、魚を取りやすそうな気はしてるので、即合わせ、多分即合わせしたらちっちゃいのは絶対食わないから、食わないっていうかフッキングしないから、ちっちゃかったらさこの辺かじるとか全然あるから、でかかったらもうこうなる、一発目の吸い込みで丸飲んでくれたらトンパーンって即合わせしてもネコリグでかかるから、まさにデカバス選定メソッドだよね。まあこんなに強くやんなくていいかな、もうちょっと弱くして。ああ、でもあんまりボトムにつけすぎると全部フッキングするなわかんねえもん、あくまで中層のスイミング、ボトム付近とはいえ中層のスイミングやね。しかし食わんな、それに軽いウェイトの方が食うかもしれんけどね、全然。まあそれはそれで後で試してみるのもありかなとは思うんですが、さえ渡る掛け心地をパシンってやりたい。まあ、ちっちゃい魚やったらね、前回マイクロザリバイブでも体感したんでいいんですよ。でかいのででかい魚とのやり取りをしたい。そう、そのでかい魚とのやり取りみたいなのもね、この竿っていうかこのタックルのちょうどいいところなんだけど、まあ陸王とかでやってて狙ってる魚って50以上なんですよ。まあ釣れないけど50以上釣れても大丈夫ようなような釣りをしたいっていうのがあって、で30とかまあ40前半ぐらいまでなら別に何使ってもいいかなっていう感じはするんですよ。その3ポンドラインとか使ってもね、余裕といえば余裕、てか ぶっちゃけ50センチとかでも多分3ポンドラインで全然取れるんですけど、やってたしそれ普通に。ただ不確定要素が入ると取れない可能性、まあラインブレイクとかね、巻かれたりとか、その可能性は結構やっぱり出てくるんよね、3ポンドとかになると。でまあレジャーっていうか遊びで釣りしてるんならあんま気にしないし割と 100% パフォーマンスでやれるんですけど、こう勝負とかになってくるとね、やべえこれ取れんとやべえって、その緊張感からやはり普段のポテンシャルよりも1割2割下手したら3割とか4割とか、それぐらい減衰しちゃってもおかしくない。だから普段ではやんないようなミスが起こっちゃうみたいな、ね、でそういうミスが起こった時に3ポンドラインとかで50センチはまあ取れないよねでそういうミスが起こさないようにするは努力目標なんですよ。でも起きちゃうからヒューマンエラーだ。だから僕の場合はそれ起こること前提で考えてて、ミスっても取れるギリギリみたいなを考えた時にラインはね6ポンド以上欲しいんですよ。まあ、6ポンドあれば50センチぐらいならなんかわざとやんない限りは切られないかなみたいな、相当ミスったとかそういうレベルじゃなく、そういうレベルを超えるやり取りをやらん限りはまあ取れるよなみたいなっていうラインがね、その境界が僕はだいたい6ポンドぐらいかなって思ってる。6は安心とフィネスの本当に境界ラインで、その6ポンドをなんだろう、しっかりというわけではないけどちょうどよく使えそうなのが ML、 L だとちょっとやばいかな、 M だとちょっと硬いかなやっけんね。そういう意味ではね、ヒューマンエラーが起きたとしても魚を取っていけそうな、しっかりめに片足突っ込んでるフィネスタックルっていう、困った時ほど出番が出る。そうですね、本当に無味無臭、本当にこの美味しい天然水みたいな、困った時ほどこいつよ、こいつ持っときゃ安心よねみたいなライン。そういう意味ですごい僕の中であまりにもちょうど良すぎて唯一無二ということで、信頼と実績のタックルなんですね。今スピニングロッド選手権をやったらこれが上位に入るかもしれない、上位というかトップに入るかもしれない。やっぱ最初のね、箱出しの使用感で言ったらね、味気ないのはね絶対出てくるんだけど、いろんなこの癖のあるものを使ってきて最終的にあやっぱこれだなみたいな、安心できるそうですね。でありながらちったハートランドテイストが残ってる、これが天然水要素です。その辺をなんだろう、言語化できるように理解できつつあるというか、なんとなく分かってきたら、あ最後いいなって、確かにこれは完成形だわってなりうりそう。まあでも魚釣れねえな、釣り方が悪い説、まあ、ちっちゃいのは釣らないようにみたいな感じでやってるからな部分はあると思うけどね。どうしよっかな、食わんな、前ぶっ込みクローで釣ったとこ行く、岬の先端の沖
ちょうど良さそうなとこよね。おるやろうと思って。で、岬の先端の沖なんていうのは、多分その、こういう池の角とか、木とか、そういうのに比べたら、なんだろう、見逃しやすいと思うから、あそこええやろうって言って、この間やったら本当に良かったもんね。だからやってみようかな。多分この岸っぺに寄ってる魚はそんなに大きくないんだよ。だからね、沖にいそうなところでやるしかない。前回あそこからあっちに投げたけど、輪切りにしていきます今回は。理由はありません。あそこまで行くのがだるいだけです。その代わり時間はかかりそうだけどね、輪切るから。あそこでなんか跳ねた。ちょっと音が大きそうだったから、それなりのサイズな気がするんだよね。そんなことないのかな。あ、食った。ちっちゃい離しちゃった。よいしょ。うわ、乗った。一瞬乗ったけど、あんまり大きくなさそうだった。あ、かじられてる。ほら、そんなに大きくないな。あっても30とかやろうな。なんかここチャパチャパするね。なんかいろいろ生き物はおるんやろね、やっぱり。さあ、50ぐらい残りや。でもな、やっぱりな、激しい動きで釣れる感じはしないよね。もっと上と軽くして、ネコリグっぽい使い方でやった方がいいのかななんて。ちょっと軽くします。ウエイト何グラムかちょっと分かんないけど2グラムぐらいじゃないかな。2グラム前後ぐらいだと、普通のネコリがね、ちょっと大きめの普通のネコリぐらいにしました。ヘビネコで中層シェイキングよりも、こうふわりふわりっていうネコリの方が水槽感があるので、ちっちゃいのも食っちゃいそうだけどね。まあ、それは別にいいやで合わせなきゃいいやっち。お、あそこでジャバってなったな。届くか。届かんな、あれは。ミニバスとかいるかな、この辺に。うお、あそこめっちゃ魚おったんやびっくりした今。でもそんな大きいやつじゃないと思うんだよな。あ、バスや。30センチないぐらいの。ちょっと今逃げちゃったから。すげえ泳いでる、この岸際を。30センチもねえな、あれ。お、ガムシや。気づかなかったかな。あ、ガムシや。マジで結構きついかもしれない結構きついのかも。お、あそこにおるで。あそこわさわさしてるで。あ、食った。いや、ちっちゃい。これはちっちゃいな、明らかに。下手したらギルかもしれん。でもギルっぽくはないんだよね。あ、また食った。これもちっちゃいな。ハッキングしても多分乗らないんじゃない。乗ったさえ渡った掛け心地が。でもまあ予想通りのサイズですね。はい、このサイズか。危ね危ね。下まで降りれんな。よいしょ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 。あんなんばっかんねやろな。スモラバで釣りした時もあんなんばっかやったけどね。
5.5 インチのあの人ならもうちょっとでかいのが来るかなと思っているんですが、多分でかいのがいるところじゃないんだろうね、ああいうところは。コバスはめちゃくちゃ群れてるけど、多分沖なんだわ。おお、なんだ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 、魚が跳ねたぞ、魚が跳ねてるぞ。なんだ、なんか追われてるな、追われてるのか。あれはなんだ、なんだ、何が起こってる、何が起こってる。あ、小バスが追われてる、小バスがここのバスもあれか、小バス食いなのかうわうわ、くそ、どうやって釣るんやあれ。いやー、やっぱそういう感じになってんのか。いやね、このね、岸際になんか稚魚っぽいのがいっぱいいるんよ。多分フライかちぎるかわかんないけど、でそういうのを狙って、あのさっき釣ったぐらいのサイドのバスが岸際でダバダバダバってなってるのね。で、ああそういう風に食ってんだなって思っているんだけど、じゃあでかいのはどうなんだろうって思ってて、その稚魚を狙ってる小バスを狙ってるバスいねえかなとかずっと思ってはいたんだけど、いたんやね今あれ見たけど、じゃあもうちょっとビッグベイトとかの方が来るかもしれないな。でも今日これを使いたいから切るから、そういう選択肢はないわけでそうなると、その小バスを狙ってるバスを狙っても多分釣れないのよ、あの人なんかじゃ。小バスじゃないから、あの人はその結構前段階のクルーズ系とかそういう魚を狙わないと、イツキ系とかね、オキタイ系とかそういうのを狙わないと多分ネコリグじゃ釣れないんだなと思うので、結局やることは沖ですね。あの岬の先端、先端延長線上ですね。フィーディングするような場所から離れたところね。すげえバシャバシャやってんだけどな、全然食わねえよルアーが合ってないんじゃないかな、明らかに。うわー、追っかけてんな、追われてんの見えるんだけどね。サラアクティブですね。あのちょうど岬の先端でシャーって稚魚が逃げ惑ってる、あれを食ってる小バスがいる、それを狙ってるでかいバスがいるけど、ネコリグで食わない。あ、食った、なこと言ってた、食った。あー、でもちっちゃい、これはフライ食いの魚ですね。でかいの寄ってこねえかな。あ、ワーム取れちゃった。でかい魚はどこかで。コバスを食って釣ってる魚を釣るには最低でもミドストだよな。最低でもミドストしなきゃダメか。ミドスト用のルアーワームって持ってきてたっけ。決まったね、ミドストやるか。ダメだ、ネコリグじゃ食わない気がする、気がするってか食わない実際食わねえし、ミドストやります。そういえば一本だけあった気がする、ワームが。一旦戻って付け替えてくるわ、あの人じゃねえ。よし、付け替えてきました。スタッド5インチで 0.9g のホルツォンハヤットくん、ミドストタックルですね。まあ、言うてフィッシュイーターなので、最低でもミドストをやらないときついかなという感じなので、かなり変色気味なので、特定のベイトフィッシュに強く依存しているタイプですね。釣ろうと思ったら何でもいいようでは成立しないということは前々からあるんですけど、今回もそうっぽいですね。まあでもこれでもそんなに良くないと思うんだよな。サイズ感とか全然違うし、スピード感も全然違うし、そんなかもしれないけど、あのストよりマシやろと、あのストのネコリグよりは。ちょっと待って、タックル、このタックルでスタッドのミドストするの初めてだから、どんな感じ、どれぐらいの引き感を維持すればあなたは動くのかしら。このぐらいね、はいはい。水深1メーターも多分ないんですよね。
0.9g は重いな。 0.5g ぐらい欲しいな。ホバストでもいいぐらいだわ。いやあの辺で追っかけ回されてるんだけどな。あっち側に立った方が絶対いいよね。ここからロングキャストするぐらいな。あそこですごいボール起こってんじゃん、岬の先端で。でもルアーをこっから投げて引いてきても岸から離れていく方向になるから、どう頑張っても食わないんじゃない。サイドから魚が来てくれないときついでしょ。ほら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 、めちゃくちゃボイってるでしょ。あれは岸際にいる稚魚を狙ってるコバスだけど、あのコバスを狙ってるでかい魚ももう山の陰に日が落ちたからね、いつ上がってきてもおかしくないよ。でそうなってきた時にコバスをすごいセレクティブに食ってる魚にこのスタッドが効くのかは分からんけどね。そうなる前に釣れたらなって思ったんだけど釣れんかったから、そういう時間をあのストで過ごしてしまったから、もしかしたらミスったかもしれない、ミスプレイをしてしまったのかもしれませんが、まあもうやるしかないわ。一匹で A でさえ渡る駆け心地を感じさせてくれ。あんま岸際に寄りたくないんだけどね。でも寄らないと釣りができない。あれはフライ食いだからな。マイクロベイト使えばああいう魚一発で釣れるんやろうけど、今回狙ってるのはそのフライを食ってるコバスを狙うバスやけんね。こことここのワンドの2つの間にあるこの岬ね、でそことそこがフィーディングエリアでしょ。で普段は深いところに陣取ってる魚がこの夕まずめのタイミングで上がってくるための道になるのがこの岬の先端やろ。でそこにルアーをまあ置いとくのはちょっとしんどいから、そのラインをもう平行に沿って引いてくる。どっかで出会えると信じてる。それでどっかで出会えてほしい。さっきまでは輪切りにしてたけど、輪切りやって多分効率よくないんだろうな。それでもなんとかならんかなと思ったんだけど、なんともならんかったからもう来ちゃった。なんか食っちゃった。でもこれギルだね、バスじゃない。あっせー、もうちょっと水深があればな綺麗に引けるんやけど、あまりにも浅いので。浅いというか遠浅すぎるよ。ほら遠浅すぎるんよ。遠浅すぎた。あ、危ない。そう遠浅すぎるからこれが起こっちゃう。あ、食った。よし、よし。でかいでかいでかい。ほら、予想通りのサイズ。お、待って、でかいでかいでかい。これを狙ってた。ちょっとドラグが緩いか強いかのどっちかしかないの。やめろ。なんでこのドラグ。よしよしよし。これを狙ってた。これを狙ってたんや。お、でかい。もう予想通り。素晴らしい、素晴らしすぎる。さえ渡って駆け心地。
そしてこの曲がり浅いからもう魚がめちゃくちゃ浮くな。跳ねないでほしいんだけど。あうわやばい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 。よいしょ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 頼む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 。マジででかいマジででかい。よいしょよいしょよいしょ頼む。よしでかい。なんじゃこのサイズこれやばいなちょっと音声が乱れたかもしれませんが許してください。よいしょ、うん、でかすぎる。そしていやだって拳入るよ。ほらやばくない。え待ってこれ 50? って聞くうわメジャー持ってねえ。持ってねえわ。待って竿で測るわ。これでかすぎるな。でかいのコンかなとか言ったけどでかすぎる。これはあれ表記がねえ竿で測ろうにも表記がねえ。どうしよういつものやったら表記があるから分かるんだけど、ちょっと待って、ねってないと。でかすぎワルチングですね。いや足らねえし、シャフトの長さ足らねえじゃん。あでもほんとこのシャフトの長さまんまやね。ちょうど同じぐらい、1、2センチぐらい誤差があるかもしれんけど、はい。でかっ。そしてこの腹、やべやべ、完璧でしたね。いたわお疲れ。深いところに陣取ってる魚がこの夕まずめのタイミングでこのワンドのシャローフラットのフィーリングエリアに上がるための道のラインを平行に引いてきたらいつかは出会えるんじゃねえか。出会えたね出会いましたね。あれあの人だったら食ってないかもしれないしね。素晴らしいなスタット。いやあのなんでスタットにしたかってアピールの質の話やけんね。魚食いやけん魚食いのバスをネコリグのこの何なんか胴曲がりみたいな動きで食わすのってまあ簡単な時はね食うんだけど、まあ今日やって食わんかったから簡単じゃないんだろうって。だから少しでもそのアクションをアピールの質を魚っぽくするためのミドステル、まあ、これもベストかどうかは怪しいけど、まあ、あのステルマシやろうと思った以上にでかかった。ちょっと最後だけこのシャフトのこのシャフトの長さな、このちょうどこのシャフトの長さちょっと測ってみましょう最後に。よし計測いくぞ。何センチかな。このシャフトのちょうど端から端までやね。よいしょ、シャフトのここね、端から端、えほら、待って待って、ほらおいしい、え57、あ、いや、びっくりした。わ、危ねえ、これ抜けてたわ、今ちゃんと、そんなでかいって思った。そんなわけないわな。いや、それでも5555ですよ。ちょっと厳しめに見積もっても3、4センチある。53、54ぐらいある。でかっでっかでけえと、だって拳入ったもんな。ちょっとギリギリちょっとここ、あやべえ、ほついちった。バスの歯でほついちまった。まあいいや、でも入ったもん。やばいね。でかい魚は狙ってたけどこういうのじゃないかなって。あんなでかいとは思わなかった。さえ渡ったなぁ、かけ心地が。まあ竿と糸の安心感、あのサイズを、まああれはちょっとでかすぎな気がするけどあのサイズを釣っても人間側がちょっとぐらいミスったところで基本的には、まあ、取れるよねっていうラインよね。
そのギリギリラインという意味ではやっぱりこの安心感は半端ねえよね。じゃリールがもうあまりにもどうしようもなかったけど糸がズルズル出るか全く出ないかのどっちかっていう、なんだこれっていうね。ドラグでもうドラグは全然効かせられなかったんだけど、うまいことね、まあ、それでも糸と竿がちゃんと仕事してくれたんで、あれでも取れるとあれドラグも良かったらもっと安心やったけどね。でこれはレインカモデルっていうのもあるし、と使い古してるからっていうのもある。スピニングにおいてはね、ドラグ性能がやっぱ経年劣化で落ちてくる要素の一つだから、ワッシャー変えたところでプールとかが歪んでんのかな、わかんないけど使用感が元に戻ったりしないんですよ。だから高いリールほどこのドラグ能力が高い、箱出しの性能も高いし、その性能が劣化しない度も高いよね。だからねやっぱり高い道具を買いなさいということですね。ちょっとこのサイガケに対してあまりにも格が違いすぎるのでリールのちょっとリールは変えたいな、テラ買うか。いやーちょっとこれがな、他にちょっとな入りようがあるのでちょっとイモールな、いや余裕で買えるんだけど、こっからここまでくださいで買えるんだけど、ちょっとそれやったら今後の来年再来年の活動の問題が出てくるから余裕にそれはしないんだけど、ちょっとイモるよねステラは。なんでね、まあ、ちょっとそこは悩みどころなんですが、ただサイガキもサイガキの出番も、まあ、増えそうなんで導入してもいいのかななんて思ってますが、はい、じゃあ今日はいい感じで帰って編集ができそうです。お疲れ様です